世界最高峰の卓球リーグ野島 T リーグ2022から23シーズン、岡山リベッツと琉球アスティーダの一戦をお送りします。場所は岡山駅からほど近いイオンモール岡山未来スクエアです。まもなく選手が入場してまいりますが、今日の放送解説は野田学園卓球部総監督橋津文彦さんです。橋津さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。岡山の初勝利イオンでなるかどうかですね。そうですね、はい、今日こそ勝ちたいところですね。そうですね、悲願のこの岡山開幕でイオンモールで勝ちたい白賀監督率います岡山リベッツ、アウェイチーム琉球アスティーダが登場です。吉村真晴オリンピアン、昨日も福岡で大活躍をした戦績残っています。名越吉村和博、続いて吉村ブラザース3番弟の吉村和博です。ゆっくりと登場。一方このアリノブは駆け足で隊列に加わります。松下大成、18番宮川翔大、背番号は85番は松下大成です。5人の登録メンバー、チャン和弘監督です。以上が琉球アスティーダ本日のメンバーです。福岡から移動してきました。続いては本我らが岡山リベッツエスコートピッチの皆さんと共に入場です。ナンバーサダー、さあブルーのユニフォームが登場してきます。地元岡山リベッツ7番はまずはリ・イジェ、ナンバーナイン岡山の大魔神、9番はベテラン中国の代表選手も務めたことがありますハオシュアイ、20番は田添響き、世界卓球のメンバーにも選ばれていました世界レベルの丹羽孝希、そしてチキータが冴え渡りますチームの中心森薗政隆、51番若い吉山良一、このチームを率いるのは監督白賀康介、白賀監督今日こそこのイオンモールで勝ちたいと試合前話してくれました。リベッツを率いて5年目になります。エスコートキッズに率いられての登場です。吹き抜けの4階まである会場での T リーグになります。今日も数多くのお客さんが、コロナ禍もだいぶ沈静化してきて、たくさん詰めかけてくださってます。T リーグの参加チームを紹介しましょう。男子は4チームです。女子は京都も加わって6チームで争われる野島 T リーグです。本日のオーダーをここで発表いたします。レギュレーション第4マッチまで戦います。第1マッチはダブルス2ゲーム先取、あとは3ゲーム先取、マッチカウント2対2の場合はビクトリーマッチが行われます。第2マッチシングルスアリノブタイム、勝ち点制です。マッチカウント 4-0 になれば勝ち点4が得られます。よって負けていても1つ取れば勝ち点にかなり影響が出てきます。第4マッチシングルス吉村和博、現在の順位表です。琉球アスティーダが優勝へ向けていいスタートを切りました。埼玉岡山木下マイスターと続いています。今シーズンルールが変わりました。今までは第1マッチダブルスに出た選手は第2マッチには出られませんでしたが、連続出場が可能になりました。岡山市八小学校6年赤尾誠一
さあ注目の組み合わせマッチングです。マッチアップ表第4マッチまでご覧いただいております。橋津さん、どれも見応えがありますが、中でもというとどこになりますか？そうですね、はい、正直このオーダーにてびっくりしました、はい、そして緊張します、はい、というのは全部教え子がリュキアスティーダ出てしまいました野田学園の OB がずらりと勢ぞろい、はいはい、でもダブルス勝負じゃないですか。そうですか、はい、第一マッチ、はい、オーダーを見たときにちょっとリベッツ有利かなと思う部分もあるんですけど、はい、まあ、ダブルス取って勢いに乗ったチームが優位に試合を展開していくんじゃないかなと思ってます。まあ、何しろ世界卓球でアスティーダは張本木造りといった面々が、ね、いませんし、でも昨日のアスティーダは強かった。ダブルスも快勝しました。お互いに昨日土曜日はダブルス取ってる者同士ですもんね。そうですね、はい、和弘と宮川のペアも、はい、まだ組んだばっかりのペアなんですけど、はい、昨日非常にペアリングも良かったみたいですし、ですね、はい、やっぱりリベツもダブルス非常に強いので、はい、で、まあ、この3ゲーム、はい、水物だとは思うのですけど、はい、リベッツちょっと有利かなというふうには、うん、はい、思っております。分かりました。第1マッチのレフェリーは主審が福井玲さん、副審が奥田亮太郎さんです。わずかに見立てとしてはリベッツが初勝利に迎えるんじゃないかと、僅差で。そうですね、見立てはね、はい、これもしかしね、橋津さんもスペシャリストでいらっしゃいますが、卓球というのはなかなかわからないんだと、チャン監督と雑談をされてましたよね。そうですね、はい、もう本当に、流れを掴んだものが、はい、勝利に大きく近づいてきますので、はい、ダブルス勝負だと思ってます。この森園がやはり大きな力を発揮して、田添と、ね、いいコンビでしたね昨日は。そうですね、やっぱりダブルスの安定感リベッツすごくあるんで、はいはい、森園選手のチキータ、はい、それをチキータ封じをするか、はい、逆に狙っていくのか、はいはい、対応できないのか、はい、このあたりが勝敗の分かれ目になってくると思います。画面の左側の宮川がよくやってくれたとチャンさんはね、評価してましたね。そうですね、このダブルスお互いちょっと非常に似てるんですよね、タイプ的に、はいはい、和弘も田添選手も、はい、両ハンドの一撃があって、そうですね、はい、で互いに小柄な選手が左、はい、そうですね、ですね、お互い足ありますし、そうですね、はい、今日はラリーが見応えあると思います、はい、第1マッチダブルス、まずは宮川のサーブで始まりました。ネットです。1点目は岡山、やっぱり1球目からいいラリーで効きますよね。いますね、力がこもってますね。チキータ打ったアウト、和弘。でも2本とも対応できてますし、はい、2本目もスルーと狙ってたので、はい、いいと思います、はい、森園サーブ、サーブは2本ずつで、第1ゲームずっと同じサーブレシーブの顔合わせになります。3点先制岡山、1点取りました宮川。先日まで国体、はい、私も一緒に行ってたんですけど、この2人と、はい、宮川も非常に調子がいいので、はいはい、楽しみですね今日は、はい、昨日は木下の大島田添健太に勝ちました。これはびっくりしたんだとチャン監督おっしゃってました。4-1、得点を伸ばす岡山。吉村和弘のサーブです。いいフリック。会長ですね宮川ね。そうですね、国体でも埼玉の松平健太選手に勝利したり、はいはい、その好調継続してますね。大したもんですね。その松平は昨日ね、庭を破りましたもんね。そうですよね。左田添
きました。大型の右利きの選手と小型の左の選手、同じようなタイプだと橋津さんはおっしゃいます。ダブルスって結構、はい、右左と組んで身長差があった方がいいと思うんですよ、はい、はい、もしかしたらこれ僕だけの持論かもしれないんですけど、いやいや、やはり経験値がね、はい、そういうふうに、はい、そういうふうに見えるんですけどね、という点でも同じ形ですよね、はい、はい、チキータをこなした。チキータを導いて今吉村和弘がね仕留めました。ここ追いつきたいところですね、はい、チキータはこなしたビュークアスティーダですが、岡山が得点を伸ばして7対3です。森園選手本当にチキータミスしないですね。しないですね、昨日からね、はい、まあ、結構トップレベルの方でも難しいんでしょ、うん、そうですね、ネットです。1対3、5点差がつきました。かなり優勢に進めています岡山リベッツのダブルス。いいチキータ入りましたね、はい、6の倍数の得点の合計数になりますとタオルタイムを取れます。ちょっと琉球ペア、はい、焦ってますね。あ、そうですか。ちょっと早いですね展開が、うん、もうちょっとこう間を取りながらというか、はいはい、うわ、逆を使いました。やっぱり卓球ってこう流れの競技なので、はいはい、流れが悪い時っていうのは自分たちにこう、ね、引き寄せてくるための何か、はい、それがやっぱり必要なんですけど、はい、ちょっと、こう焦りというか、はいはい、失点したのにすぐサーブ入っちゃったりすぐレシーブ入っちゃったりっていうのがちょっと、まあ、ギリギリ許される時間内で引きつけた方がいい可能性あるんですか。流れが悪いときはやっぱりすごい待って大切なんですけど ね、はい、そういう印象を感じます、はい、サーブアウト。ナイスシュート。今のサーブは狙いすぎなんですか。そうですね、もうチキータ封じで長いの出したかったんですけど、はい、9対6、まだまだゲームの趨勢分かりません。付き合いからドライブアウト、ゲームポイントを迎えました岡山。返しました森園。第1ゲーム岡山リベッツ11対6取りました。昨日から好調持続ですね岡山。サービスの後、ね、はい、勝ってるリベッツペアがサービスをしたと一瞬タイム取るかなと思ったんですけど、取らなかったですね。取らなかったんですけど、はい、そこもしっかり、ね、間を取って次の準備とか、はい、やっぱりそういう、 こう試合運び、はい、やっぱり森園選手、特にダブルスに関しては、本当にうまいですね。打つ戦略を決める、それ以外にその試合運び その間も上手ですか。そうですね、はい、もう本当わずかな、ね、数センチの差で勝負が決まってくるんで、はいはい、そういう意味ではやっぱりミスが少なかったですよね、はい、リッキーベッツペアの方が。森園は橋津さんがよく褒めますダブルスの達人であると。いや本当に上手だと思います、はい、でそこにうまく田添がハーモニーよくはまってますよね。そうですね、はい、だから
やっぱり森薗選手とダブルス組んだ右利きって本当に気持ちいいと思うんですよね。なるほど、はいはい、もう得点も取ってくれるし、うん、チャンスも作ってくれる、はいはい、心地よくプレーができるんですね、はい、そう思います、はい、さあ琉球アスティーダ2ゲーム目サーブレシーブのメンバーが入れ替わります。チキータ1本目いいチキータ入りましたね、はい、和弘調子に上がってきてほしいですね、はい、琉球の巻き返しのポイントは何ですか。そうですね、やっぱりあの和弘の決定力、はい、このあたりだと思います、はい、いいバック入りました。お互いにチキータを繰り出し合います。琉球が快調に得点を伸ばしました、はい、やっぱり和弘がチキータ2球コース打ち分けたので、はいはい、ちょっとうまく待てないと言いますか、はいはい、今度は森薗のチキータ効果を発揮しました。台の下でダブルスはお互いにこうサインの交換をしてどういう戦略でいくかということを打ち合わせます。宮川ネット巻き返す岡山。あのダブルスの、はい、こうレシーブの時のサインって、はい、こう2種類3種類サイン結構出してるペアが最近多いですよね、はあ、今まではもう例えばストップ行くとか、はい、あのチキータ行くとか、はい、そういうあの、うん、まあ、一つの準備、はい、が多かったんですけど、やっぱりねこうお互いこうチキータ封じとかいろんなことを考えてくるから、はい、あのレシーブをするときに、はい、まあ、ここかこことか、はい、あのまあ、ラケットを使ってフォアかミドルかバックか短いか長いかっていうのを、はい、そういうのをやってるんですけど、うん、はい、今ちょっとレシーブのサインするときに選択肢を広げてる選手が多いですよね、はい、もう瞬時に出さなきゃいけないんで、もう次々次々と考えないといけないですね。そうですね、プランをね、あの読みと待ちと対応の競技なので、はいはいはい、頭は高速回転しています。リードを保ったまま琉球が5対3です。やっぱり琉球ペアとしてはやっぱり和弘が、はい、あの引っ張っていく、はい、そういう形になってくると思います。そうですね、この第2ゲームも得点を挙げているのは吉村和弘が多めです。田添響き、お互いが繰り出すチキータは対応しているんです。その後ですよね、宮川も今よく取りましたけどね。そうですね、はい、あ、本当です、見逃さなかったですね、あ、田添選手も、はい、次に持ち越すか今決めるに行くか、この判断も難しいですね。宮川ナイスドライブ。そうですね、もうチキータを積極的に狙っていってほしいですね、はい、6対5です。ドライブ合戦はネットは琉球。これも非常に会場の皆さんには達人技に移るでしょうね。そうですね、見応えあるラリーがついてますからね、追いつきました。ここで抜き去られるとちょっと琉球アスでは厳しいですよね。そうですね、こうやっぱり宮川のレシーブ、はい、あまり点を取ってない印象がありますので、はい、
アウトです。持ち去りました。ここは多分森園は勝負どころと心得てますか。そうですね。重要な局面の第2ゲームです。今度このドラブ合戦、琉球が取りました。素晴らしいラリーですね。はい、取りましたね。台の下に潜り込んでのドライブ、森園はネットです。宮川正代、あ、一進一退です。野田学園卓球部総監督の橋爪美子さんの解説。橋爪さん、この辺りからが勝負どころに差し掛かっていきます。そうですね、あのこの辺りから何をするのか。はい、ネットインですね。はい、まあ、後半に、はい、あ、タイムアウト、ね、取りましたね。はい、やっぱり後半に何をするのか、うん、後半にどういうサーブ出して、はい、どういう狙いをしていくのか、はい、後半にレシーブだったらどう対応していくのか、はいはい、そこを決めるためにこの前半から中盤までのラリー展開とか、はい、サーブレシーブの組み合わせ、まあ、特にダブルだったらペアが変わるんで、あ、組み合わせが変わるんで、はい、そこを準備できているかどうかですよね。はいはい、現状準備力お互いどうですか。そうですね、モリゾノがうまくゲーム展開を作ってますね。はいはい、コントローラーでありポイントゲッターであり、はいはい、そうだと思います。はい、やっぱりあのこれだけこう短期決戦、さらにダブルス、はい、こう勝負は水物なんですけど、はい、この水物の勝負の中をやっぱりこう勝ち切ってるこのリベツのペア、やっぱり強いと思います。強いですね。フットワークがある森園、そしてパワーがある大型選手の田添響、現状の T リーグの中でも指折りのダブルスペアですね。そうですね、はい、タイムアウト明け、田添響のサーブ9対7、岡山このゲームに王手をかけています。引いたで吉村和弘しのぎました。やっぱり今かなりの回転であったんじゃないですか。うん、はい、チキータの名手にチキータを浴びせるっていうのはね、これすごいですね。あの、ま、和弘のチキータも威力ありますからね。うん、もう一本行きたいところですね。はい、もう一個コースを変えました。タイムアウトの効果も出ましたね。チキータでコースを、うん、そうですね、あの和弘はやっぱりコース使い分けるんで、はい、やっぱりクロスとストレート、はい、しかも球足が速いんで、はい、ストレートはかなり有効的ですね。橋井さんに第2ゲームのポイントを伺ったら吉村和弘の得点だとおっしゃいましたが、吉村和弘が伸ばしてきました。まあ、ここは宮川が森園のチキータを狙い撃ちたいところですね。琉球側としては狙っていきましたが惜しい。今勝負いきましたね。そうですね、はい、はい、ミスしたんですけどね、はいはい、悪くないです。はい、いいと思います。マッチポイント、抜きました。強い
田添森園ダブルス第1マッチ岡山取りました。土曜日に続いてチームの牽引役として第1マッチを取りました。まあ、わずかな差だとは思うんですけど、はい、あのこのわずかな差を、はい、勝利に持っていく、はいはい、ここはやっぱり、はい、森園選手非常にうまかった、はい、やっぱりあのダブルスのスペシャリスト、はいはい、だと思います。ご覧のように11対6、11対9で2ゲーム連取した岡山リベッツが第1マッチに勝利しました。しかしまあ宮川も最後ね、踏ん切りよく振り抜いていきましたし、吉村もいいチキータ2本ね、タイムアウトの後取りましたよね。はい、はい、まあちょっとこういつもと違った、はい、この特殊な空間といいますか、はい、はい、このイオンモール岡山、はい、はい、だからこうすごくこうなんて言うんですかね、吹き抜けの天井高いですね、はい、だからボールがちょっと沈むような感覚があったり、うん、はい、やっぱりちょっとこう光とかもう周りが白いので、はい、一瞬ボールが消えたりとか、はい、なかなか選手としてはやりにくい部分もあると思いますし、はい、はい、でやっぱり人もこう移動してますんで、そうですね、はい、そのこうちょっとした本当わずかなところに卓球って影響するんで、はい、その辺でちょっとボンミスがあったかなと、はい、感じてます。第2マッチレフリーは主審が奥田亮太郎さん、副審が藤井敦夫さんです。さあこの第1マッチも見どころたっぷりなんですが、第2マッチも楽しみな丹羽幸喜と有信タイムのこれ明治の同級生です、 ですね。そうですね、はい、丹羽にチャン監督は有信を当てたかったようですよね。そうですね、はい、まあこう実績的に見ると、はい、丹羽選手の方がだいぶこう上を行ってるんですけど、はい、やっぱり有信も当たり出したら止まらないんで、はいはい、実際前回の対戦も有信が勝ってると思うんですけど、はい、はい、有信の爆発力にチャン監督は期待していると思います、はい、もうこれほど強いかという試合の時もあるわけですよね。本当、はい、すごい試合を僕も、はい、何回か見せられたことがあります、はい、有信はだから爆発力という表現を、ね、よくされますよね。そうですね、もう本当、はい、パワーがあるんで、はいはい、一方丹羽幸喜の方はもう世界有数のこの脱力卓球達人ですよね。そうですね、パワー対脱力、脱力ですよね、はい、そんな、はい、どちらも明治になると思います。 OB、 まずは有信のサーブで第1ゲームがスタートします。3ゲーム先取で勝負が決まります。第2マッチです。丹羽幸喜は昨日松平に敗れてしまいましたが、まあ、強い選手ですが、弱点という弱点はどんなところが挙げられるんですかね。そうですね、やっぱりこう下がって、はい、しまうとやっぱりちょっとパワー不足というのは、はい、どうしても出てくるので、はい、まあ、それで逆にこう前陣にこう、はい、徹するんですけど、はいはい、やっぱりこう攻めれなくなって守備中心になってしまうこともありますので、はい、まあ、有信がどれだけ攻め込むか、はいはい、そこが勝負の見どころだと思います、はい。サーブが1回ずつ終わりましたが、試合の入りは橋津さんいかがでしょうか。はい、まあ、最初から有信気合入っていると思います。はい、はい、長いサーブを入れて丹羽がミス。今年からプライベートコーチで、はい、去年まで TT 埼玉の監督をしていた坂本龍介さんが、はいはい、丹羽のベンチにいます、ね、この試合は入っているので、いらっしゃいますね、はい、会長に有信が得点を伸ばしています。
手上げた。おお、有信会長です。投げ上げサーブで一本一本。じわっと庭が忍び寄ってきます。有信がミスをすると、はい、庭が一瞬で追いついてしまうので、はいはい、そのあたりも、はいはい、どういう試合展開になるか。思い切ったパワー見せたいんですけど、ミスもねそばにいますもんね。そうですね、かなり深刻です。ミスを恐れずに、はい、ミスのリスクがあっても、はい、思い切って攻めていくっていうのは、はい、本当のトップオブトップの選手には通用しない時がありますからね。はい、三輪が連続得点。いいレシーブですね、はい、ちょっと止まりましたか。まあ、でも本当初めてやる選手にはこの空間ってすごいやりづらいとは思うんですけど、でもこれだけの人に見てもらうっていうのはもう、そうですね、選手としては最高ですよね。 T リーグの選手もちょっとやりにくさはね我慢していただかないとね。放送席もこのロングドライブの延長線上にあるんですが、微妙に変化してますね、うん、左右に揺れてますね。まあ、でもこうやって、ね、多くの人に、はい、卓球を経験してない人にも、はい、これが T リーグだってのを見せてもらいたいですね、はい。何かこう有信を庭が操っているような卓球に見えましたが、はい、最後得点は有信。これが有信の卓球ですね、はい、庭でも反応しきれませんでしたからね。ですね、サーブを変えてきています。バックサーブ、はい、もう一本ですね、はい、もう心理的揺さぶりをかけてきますね、はいはい。なんてことないこのバックサーブを昨日の松平戦も使ってました。これ、はい、こう庭ワールドに引き込もうという雰囲気たっぷりなんですけど、有信がそれに入っていきませんね。そうですね、もう有信次第ですからね、はい、あまり相手関係ないっちゃ、はい、関係ないようなプレーしますからね、はい。高評価点を取ります。試合展開的には先にワンゲーム取りたい有信。ネット当たりましたね、ラッキーですね。あ、なるほど、今のまあ決めたところへ行くボールも庭打たせているような感じが見えますよね、はい。でもね、ミドルしっかりチャンスボールだったんで狙えたので、はい、落ち着いてできていると思います。ゲームポイント有信、ライン点1点差です。アウト、お互いにゲームポイント。この第一ゲームはジュースはありません。この1本で決まります。選手にとって緊張しますよね。いやー、これも相当な
お互いプレッシャーですね。抜き去りました。2は接戦をものにした第1ゲーム11対10。前半やっぱり、ねはい、アリノブが、思い切って、はい、いいプレーをしてたんですけど、はい、やっぱりこう庭ってこう簡単に点数取るんですよね。取りますね、はい、なんかフルパワー出してるんですかと聞きたくなるようなこの脱力から、はい、ひょいひょいと点取っていますね。アリノブもいいプレーいいボール打ってたんですけどね、はい、やっぱりこうサーブ変えたり、はい、やっぱりもう前陣についてアリノブに時間を与えない、はい、アリノブはパワーでボールのタッチを取ろうとしているんですけど、はい、やっぱりニワは前について早いタイミングでボールをカウンターで取って、はい、アリノブに時間を与えない、はい、そこのこう試合展開がこの2ゲーム目3ゲーム目この後半に、はいはい、見どころだと思います。丹羽はもう相手の力を吸収するような雰囲気しますね。こういう卓球っていうのも世界的にもなんか珍しいんじゃないんですか。そうですね、真似しようと思ってもなかなかですよね。できませんからね。相手に打たせても返ってきたボール動体視力はね良くないと取れませんもんね。第2ゲームです。野島 T リーグ解説野田学園卓球部総監督の橋津文子さんでお送りしています。第1マッチ岡山取りました。第2マッチ丹羽幸樹が第1ゲームを取っています。まあ、昨日は松平健太選手が、はい、バックをストレートに回して、はいはい、本当に丹羽を崩しましたね、はいはいはい、その辺もちょっと、ね、丹羽選手も、はい、考えてるんじゃないですかね、いろいろ、うん。松平選手の戦略が丹羽を攻略したとね、橋井さんおっしゃってました、はいはい、今日丹羽選手としてはもうアリノブにいかにフルスイングさせないか、はいはい、それを考えていると思います。地元での勝利、4モールでの初勝利へ向けて今日は勝ちたいところですね。勝ちたいですよね、丹羽はね。そうですね、この4モールでまだ勝ってない、ね、勝ってないんですよね、はい、3-0。もうお互いを大学時代から知り尽くしている両者、余計にこの駆け引きの割合が増えますね。そうですね、まあ、いろんなこう心理的なものが影響してきますからね、はい、ちょっと間合いを置きました。右に行きました。サーブ変えてかなり諦めの横に出して、はい、いいサーブなんですけど ね、はい、これなんか小さなショックを与えましたね。待ってたかのような、ね、はい、自分のサーブのところ庭に2本取られました。これは中盤でインパクトある2点と言えますか。そうですね、またバックサーブですね。すべては丹羽の思い通りにはなかなかいきません。やっぱり有信選手こう球威があるんで、はいはい、やっぱりそこに思い通りにはいかない理由が、うん、
うわーうまい。このショックアブソーブというかね、ドロップショットみたいな置き方ですね。そうですね、今打球引きましたもんね。そうですね、あのボールの勢い殺しましたね。殺しましたね、はい、これも練習というより感覚ですかね。はい、もうあの才能ですね。才能、はい。サーブを2本取ったところからピッチを上げてきました三輪。三輪がペース掴んでます ね、もう自由自在に操ってますね。会場の卓球ファンも驚きで、なんかこう声が出ないような、あのアリノブもまさかここへチキータが来るのか、はい、全く予測してなかったでしょうね、はい。バックサーブ1本取りました。今このペース、この流れをアリノブどう打開していきたいですか。もうあの自分の距離感を掴んで、はいはい、パワーで打ち抜くしかないと思います。5-9です。完全に庭の空気出来上がっています。これでいいですよね、パワーでね。そうですね、はい、あの今台上打ってきたんで、はいはい、積極的に攻めていけてますね、はい、9対6。9-7。2本取りました。終盤のところでね、自分のサーブで2点取られましたから、この2点というのはそれをこう消しました。2点差です。9-7。さあここで庭のサーブ、盛り返してきました。9-8です。タイムアウトには、ここで庭がタイムアウトを取ります。はい、タイムアウトです。次のサーブ、はい、どうするのか、うん、はい、次の準備、はい、そのあたりを今打ち合わせると思います。庭のバックサーブはアリノブはだいぶこなしてきましたか。そうですね、はい、さほどバックサーブに対しては、はい、戦は苦しんではいない。むしろ、はい、1ゲーム目逆転したとき、はい、ちょっと巻き込み気味のアップ系のサーブ、はい、そこをアリノブがレシーブミスしたりして、はい、あのひっくり返したので、はいはい、私だったらここでサーブ、はい、フォアサーブにもう1回変更してアリノブのフォアサイドに攻めろという指示なんですけど、はい、でもバックサーブなんでしょうね。はい、最近あのバックサーブハマってますからね、はいはい、なんか張本戦ですよね。あ、そうですね、ビクトリーマッチの張本戦で、はい、全部バックサーブで、はい、琉球に対戦1勝した時の庭のね、はいはい、あ、張本を破りました。サーブ変更ですね。おお、はい、橋井さんのおっしゃる通りですね。巻き込みアップ系かなとは思ってるんですけど、あー、そうでしたね、はい、はい、このサーブでした、はいはい、はい、この同じ展開でしたね、あの1ゲーム挽回した時も、はいはい、あの同じ指示がベンチから出てたようで、はい、でもまあ変更は変更しましたもんね、はいはい、バックサーブよりもゲームポイント庭です。
1回でゲームポイント決めました。には入念なタイムアウト、はい、いいタイムアウトでしたね。いいタイムでしたね、はい、多分坂本コーチは、はい、バックサーブよりフォアのサーブの方が効いてるぞって、はいはい、言ったのか、はい、言ってないのか、はいはい、はい、正解だったと思います。まあ、変更するということに関しては橋爪さんの、ね、コメントも、ね、はいはい、ヒットされました。やっぱりちょっとね、アリノブがこうミスを恐れず、はい、思い切って、はい、言ってるのはいいんですけど、はい、それ以上に、はい、それにミスがアリノブのボールに対して宮川選手が対応してるんで、どうしてもアリノブ選手のミスの部分で、はい、わずかな1本2本の差が後半に積み重なってるっていう、はい、そんな印象を受けます。野島 T リーグ第1マッチダブルスは岡山リベッツが取りました。地元開幕、この岡山でイオンモールでの勝利に向けてリード、そして第2マッチも丹羽が有延に2ゲーム連取リードしています。さあこの3ゲーム後がなくなった有延の巻き返し、有延もね、はい、当たり出したら止まらないんで、はいはい、まあ、そこに期待したいですね、はい、この簡単ではないでしょうけど、はいはい、だいぶこう考えさせられている表情ですね、有延はね。このクイックです。早い、もう回転を分かっているかのように自分のボールにしてレシーブしてますよね、はい、さすがです。自分の考え抜いたサーブをやられると、ね、結構なショックだと思いますが、打ち破りたい有延、ワンオールです。非常に冷静な表情に変わりました有延。バックで長いサーブ、ね、結構効いてるんで、はいはい、もっとそこ使っていきたいところですよね、はい、昨日松平が使ったんですよね。このフォアハンドやっぱりこのパワー、はい、トップクラスですからすごいですね、やっぱり、はい、見応えありますね、はい、追いつきました有延。開幕戦ではハオにも勝っている有延、実力はあります。ロングサーブ1本聞いてもう1回やったらすぐ対応されましたね、はい、アウトバウンドするぐらい強力なボールを打ち込みました。このボールは取れないですね、さすがに。いや、見事なパワーです。台をワイドに使いました。いいコースですね。いいコースですね。ギリギリです。ストレート。やっぱこう丹羽選手が時折出すちょっとアップ系のサーブ、はいはい、そこにやっぱりアリノブ引っかかってますね、やっぱり。はい、第3ゲームは互角にお互い渡り合っています。アウトです。今丹羽選手がうんうんとアウトになったらうなずきました、はい、何かニュアンスありますか。アリノブのこう YG が、はいはい、ちょっと
読み違えてたところでしょうね、うん、はい、はい、まあ、ミスの原因が自分で分かってるっていう、はい、なるほど、はい、冷静です、はい、今の3球目はプラン通り行ったんですがアウト。そうですね、はい、ああいうの決まってくると乗りますか。はい、あそこ決めたいところでしたね、はい、アリノキとしては第1ゲームの終了近辺からこのサーブ繰り出しています。アウトです。まあ、今アリノキ点取りましたけど、はい、結局このサーブですよね、うん、1ゲーム目も2ゲーム目もこのサーブから、はい、あ、1ゲーム目はこのサーブから逆転して2ゲーム目はタイムアウト後にこのサーブに切り替えて、そうですよね、はい、これが増えてますね。アリノブが得点を伸ばす。ちょっとこの第3ゲームは庭がネット、うん、あるいはアウトが増えてますか。そうです ね、はい、はい、アリノブも、ね、はい、このままじゃ負けねえぞと、はいはいはい、珍しく庭があちゃっていう口元をしましたね。目で惜しいケースが何度か出てます。レンジンのクイックネス、もうライジングってもう、はい、読んでますね、はい、タイムアウトアリノブ、ま、待ってますね、はい、いらっしゃいって、はい、いうぐらいの、そうですね、はい、主導権完璧に今ラリーは握ってましたね、はい、タイムアウトアリノブが取りました。琉球アスティーダ、第一ダブルスを岡山リベッツが取ってます。三輪も昨日は第二マッチで出て敗れましたからね、それで地元岡山のファンの皆さんにと交流を、ね、試合後もしました。今日は気合が入ってチームの勝利に貢献するぞと気合が入っているに違いありません、ね、ここは三輪選手にとっても蹴られないところでしょうね。間違いないでしょうね、はい、野島 T リーグ2022から23シーズン、現在琉球アスティーダがリーグ首位を走ってます。この対戦、はい、アリノブもここ開き直ったと思うんですね、はいはい、なのでまだまだ分かりませんよこれは、はい、お互いを知り尽くしている明治大学の同窓生、同級生。バックの打ち合い、フォア、あ、エッジ取りました。いや、見応えありました。やっぱりストレートとかかなり冷静に、はいはい、対応できているので、はいはい、得意のフォアハンドまで来ましたね、打ち込んだと思います。はい、2ゲーム練習している庭にアリノブ取りました。うん、今の回転も効いてますね。やっぱりアップで練習、はい、練習ミスサービスエース取っているので、はいはい、一つ効いたらその次へもこうで今今度下回転に変えましたからね、はい、アウト。
今のはまたちょっと高くなったんですけど、はい、またアップ系で、はい、鷲津さんが微妙なポイントのところでまだまだ有信のチャンスありますよとコメントを発していただきましたが、その通りになってきましたね。ゲームポイントを取りました。取りました。10点以降強かったですね、有信。そうですね、冷静でしたね、はい、8、9、10、11、4連続ポイント、うん、1ゲーム目、はい、有信のペースだったんですけど、はい、ちょっと凡ミスから、はい、こうね、レシーブミスとかからひっくり返されて、はい、もう2ゲーム目はもう完璧にその1ゲーム目逆転負けしたっていう記憶が有信の頭の中に残ってましたよね、はい、で、ちょっと失速気味で、はい、三輪選手にペースつかまれて、はいはい、思い通りに試合をコントロールされて、3ゲーム目やっぱりこう5ボール、6オール、7オール3回オールが続いたんですけど、はい、最後リードされたところで、はい、ちょっと開き直れて、はいはい、なんていうの、ちょっとこう精度が最後上がったというか、はいはい、そういう印象を受けますね、はいはい、辛抱していれば庭のミスも出るケースもあるんですよね。やっぱりね、チャレンジャー精神で、はい、うん、行ったら有信は強さが出てくるんで、はいはい、そこを三輪選手がどう試合をコントロールして崩していくか、そこが見どころになってきます。4ゲームに入ります。大島 T リーグ解説野田学園卓球部総監督橋津文子さんでお送りしています。で、大きい展開になったら有信有利になるんで、はいはいはい、そこに持ってきたいですね、有信、はい、としては。なんか第3ゲーム第4ゲームと丹羽がネットあるいはアウト 1-2 にはなかったようなポイントが有信に入っています。サーブを考えすぎて読まれて打ち込まれたっていうパターンもありましたが、今スッとサーブに入ってますよね、有信が。そうですね、こう1ゲーム目の有信、はい、前半リードして、はい、まあ、ちょっとこう、はい、ゴールを11本先に意識したというか、はいはい、やっぱりゴール意識した瞬間にちょっとブレーキかかってしまうので、はいはい、そういう意味では今の逆転した3ゲーム目は、はい、11本っていうゴールを意識しないで、はい、もう本当にいい意味で目の前目の前、はいはい、もうゴールテープを駆け抜けていったっていう、はい、まあ、そういった心境だったと思います、はい、まあ、その気持ちを最後まで持ち続ければ、はい、ある程度にチャンスが出てくると思います。やっぱり卓球ってかなりのメンタル競技なんで、はい、分かりますね。もう微妙ですね。勝つと思うと思ったら負けよみたいなこともねそうですね、はい、本当にありましたね、昨日の試合もね。あと1本取ればっていうところも入ってる。こういう得点もあります。ああいうエッジとかネットとかこの運不運というのは大体同じような走量になりますかね。いや、時々偏りますか。偏りますよ。あ、そうですか。偏りますよ。はい、から第3ゲーム以降何かこう、はい、パワー出てきましたね。そうですね、これ有信の展開ですね、はい、後ろからでもノータッチを取れるというか、はい、やっぱりこれが有信にとって最大の武器なので、はい、
こういうクイック系の短い距離は丹羽ペース。そうですね、はい、この卓球台の上はもう丹羽のテリトリーですの で、はい、ですね。張り信は台から離れて強打、そういう展開が持ち味です。4ゲーム目の橋爪さん、流れはどう見てますか？そうですね、この1本重要じゃないですか、はい、1点ビハインド有信。一撃でサーブレシーブを強打されました。ちょっとサーブが甘くなったところを、はい、丹羽選手も見逃さないですからね。今ちょっと浮きましたね、はい、まあ、お互いもうタイム使ったので、はいはい、あとはもう自分がどれだけ冷静に今までの試合の記憶を呼び戻しながら、はい、生かしていい展開を作れるか、はい、3ゲーム目4ゲーム目はちょっとこう庭の小首をかしげるシーンが自分自身 の、 この思っていることのズレが出てるんですかね。ちょっとアウト出てます。パワー7対7一進一退です。なんか小刻みな戦いに持ち込もうとする丹羽に対して今のように吹っ切れるとね、有信はそうですね、得点が伸びます、はい、87ネットちょっと当たりました。当たりましたね、はい、ネット多いですね、多いですね、はいはい、あ、当たってますね、はい、やっぱりこう日頃の体感とやるのとちょっと、はい、ちょっと感覚が違うんでしょうね、はい、リノルが得点を伸ばす9対7。いやもうね、さすがのストップをしてるんですが、この台から離れたらやはりもう橋田さんがおっしゃるようにアリノペース振り抜いてますからね、はい、ラケット第7アウト。今丹羽がちょっとおっというと声を発しました。力入れました。ノブゲームポイントです。第3第4とこ我慢してます。有信強烈なドライブ。有信 2ゲームビハインドから追いつきました。素晴らしいですね、はい、これシックスホールスタートですからね、はい、あの見てる方がちょっと緊張しちゃいますね。もう肩凝りますね、はい、あの、はい、あの、はい、あの昨日の試合よりもやっぱり、はい、あのちょっと僕も緊張してます。展開的には2ゲーム連取していた丹羽が追いつかれてこの最終ゲームへ行く気持ちはどうですか？どっちが有利不利ありますか？あの
まあ、アリノブとしては、はい、もうこうなんていうんですかね、はい、思い切って、はい、もうがむしゃらに開き直って、はいはい、攻め切るだけだと思います。国際的な位置づけでは若干庭の方がね、はい、やっぱり庭はこう、はい、頭使って、はい、こうしっかりこう考えて組み立てて、はい、崩しに来ると思うんですけど、はいはい、アリノブはもうあのどちらかというと、はい、気持ちでどれだけ振り切れるか、はいはい、そういう感じになってくると、観客の皆さんも盛り上がっています。ドキドキの最終ゲームは6対6から始まります。明治の同級生対決、アリノブサーブ、九州アスティーダ、まず丹羽が1点目、これで7対6。ミートできませんでした。本当に一瞬の勝負ですからね、はい、目が離せないですね、はい、この一本芯に捉えることができませんでした。には7対7、もう本当こう緊張してちょっと手が手の感覚がちょっとずれたら、はい、もうわずかなミスになるんですよね、卓球ってアウトになります。打たせているんだという配球をしましたが、これがアウト。この1本はもったいないですね。チャンスボールでしたからね、はい、ですよね。ちょっと硬くなって緊張したと、力みがあったんですかね、はい、ちょうどこの取り返した。これ大きいですね、アリノブ。やっぱり大きいラリーになったら、はい、あの本当ですね、強いし、こうそうですね、あので、逆に小さいラリーの方、小さいラリー台の中の方がこのわずかな、はい、この緊張とかサーブとか、はい、そういうのが出ますよね。今の1点は丹羽が早い展開に持っていきましたが、アリノブが点を取りました。おー、丹羽がこの試合初めて拳を握りましたね。あれももう打つかと思ったんですけどね、あ、ちょっと先延ばしにしましたか、はい、ちょっと硬いですね、やっぱりね、まあ硬くなるもんですよね、しょうがないでしょうね、硬いですけどね。第2ゲームの時にもこういうシーンがありました。前を置いて、アウト。ナインオール。アリノブもやっぱり、はい、確実にこう、はい、緊張で、今のサーブもかなり甘かったですよね。ですよね。逆に丹羽が、え、こんなに甘いのみたいな、はい、決められませんでしたね、はい、なので1本目、はい、あのアリノブがバックに長いサーブ出した時も、はい、ちょっと自分のコントロールと違うところに行ってるんですよね。3回続いてます、はい、橋田さん、取って取られて取って取られて、はい、もうアリノブはとにかく大きいラリーに持ち込んで振り切りたいところですよね。アウト。全ラインここはアリノブが追いつけばジュースはあります。いや、でも丹羽はこの勝負どころで仕掛け早めにいってますね。取って取られてが続く。すごいですね、これ取って取られて取って取られて4回です、はい、こんなシーソーゲームありますか。見ていく人は面白いでしょうね、これ。見応えありますね。あります。おー、マッチポイントです。思い切りましたね、はい、もうアリノブ思い切るしかないですからね、ここは、はい、あの小さい
プレーはかなりこう甘くなってるんで、はい、もう明らかですよね、橋井さんがおっしゃるように積極的に攻めたいところですね、はい、ここはネットー、ジランダ、ホンダ、アリノブ気持ちの戦いでしょう、最後はこんな取って取られてが続きますか、アリノブの力も大したもんですね。王手冷静でしたね、はい、両サイド綺麗に行きました。呼吸を整えて取り返した。今日一番の雄たけび、アリノブ思い切りましたね、はい、これがもう卓球の醍醐味、もう気持ちの戦いでしょ最後は、はいはい、もうあの、はい、もう2人とも応援したいです。1ミリのミスも許されないところでこう綱渡りお互いしてますね。13点、アリノブがまたマッチポイント。この真剣な眼差し、アリノブ男です、大逆転勝利です。2ゲーム連取から大逆転です。あの5ゲーム目はアリノブ緊張してかなりサーブレシーブの精度は低かったんですけど、はい、大きいラリーは迷わず振り切りましたね。ですね、はい、もう橋爪さんがずっと1ゲーム目から一貫してらっしゃる、両者の戦型、はい、思い切った長いラリーは取れる、はい、アリノブやっぱりあの本当あのこう心理的に揺さぶられてこう1ゲーム目逆転負けしてこう流れも悪かったんですけど、はい、あの途中からやっぱりアリノブこうなんていうんですかね、うん、あのチャレンジは慣れましたよね最後、はい、でもこれ最後終わるのもったいなかったですね。もっとなんかもっともっとずっと続いて見ててほしかったんですけどね。わかります。でなんか終わるのがもったいない、はいはい、多分今日来てる人たちも、はい、あの卓球すごいなとか楽しいなっていう、はいはい、そういうのを感じたと思います。この緊張感はすごかったですね。はい、僕も今ちょっと手に汗かいてますもん、うん、なんかちょっとこっちまで見ているものまでむしゃぶるいするような、はい、はい、なんていうんですか、うん、こうね、こう僕の教え子が有給、はい、今回全員揃っているので、はいはい、これ偶然なんですけどね、なんか、はい、関係者からは、はい、なんか琉球ビーキにならないように注意してくださいねみたいな大丈夫です冗談を言われてたんですけど、はい、今の試合本当にどっちも、はいはい、どっちも素晴らしかったし、橋爪さん応援していらっしゃいました、はいはい、このラリー、このシーソーゲームがなんかずっと続いてほしいなって、はい、終わるのもったいないなと思いながら、この5ゲームの中に試合を決定づけるターニングポイントはどこだったんだって、後でもう一回こうビデオ全部ね検証したいぐらいですね、はい、本当、はい、アリノブの心理が手に取るように分かったので面白かったです、はい、第2マッチの前半ハイライトシーンをご覧いただきましょう。昨日に続いてダブルス森薗田添と琉球アスティーダも木下戦に取った吉村宮川のペアです。この展開は
橋井さんはどうご覧になりましたか。やっぱり森薗のチキータを軸として、はい、あの展開を作っているあの岡山ペア、はい、あの強かったですね、はいはい、あの非常に似たもの同士ペアみたいな感じで、はい、あのラリーもすごく長く続くんですけど、はい、やっぱりこうより岡山ペアが上から攻め込んだ、はいはい、本当素晴らしい内容、はい、この2ゲームという短期決戦でこれだけ実力をちゃんと発揮できる、はい、やっぱりこの森薗のダブルスのうまさが目立ちました、はい、第2マッチは有信丹羽の明治大学同級生コンビペアコンビのマッチアップです。はい、丹羽が会長に2ゲーム取りました。あの見てて楽しかったです。そうですね、はい、あの前半ね有信が良かったんですけど、はい、それをあのサーブとか台上で崩して丹羽、はい、が自分のペースに持ち込んで、はい、で逆転して取ったんですけど、あの途中からやっぱり有信がちょっと開き直って、はい、あの有信の、自分の戦いの場所に持ち込んで、はい、パワーであのノータッチを後ろからもノータッチを取るっていう展開、はいはい、有信のいいところが目立つ試合を作っていけたと思います。第1第2は有信がトータルでフィニッシュを考えてしまってて、ちょっとこう集中できていないところ、やっぱりワンプレーワンプレー一個一個個別のものとして集中していったわけですよね。そうですね、やっぱりちょっと意識したことによって逆転された、はい、その逆転された記憶っていうのがちょっと最後まで引きずってたんですけど、はい、あの3ゲーム目の、タイムアウト、そこからもう完全に吹っ切れて、はいはい、3、4は有信のペースで取れたと思います。そうですね、もう5ゲーム目はもう、この勝負には運もありますから ね、 そうですね、もう、はい、あっぱれですね、はい、あの運を味方につけたと思います、はい。それではこの野島 T リーグの開催概要を確認しておきましょう。レギュラーシーズンが2022年の9月から2023年の2月26日まであります。男子は7回戦、女子は6チームによって合計20試合戦います。プレーオフ、セミファイナル、ファイナルと続いていきます。長丁場になります。参加チームは男子4チーム、女子が6チームです。マッチインタイムレギュレーションも確認しておきましょう。これはの選手は審判がカウンターをセットしてから60秒以内に入場しなければならないというルールです、これに違反するとペナルティになります。これですね、今60秒セットされました。それにしても昨日も4000人を超える人数発表がありました。このイオンモールのミライスクエア、昨日同様のお客さんが野島 T リーグに釘付けとなっています。さあこれでマッチカウント1オールになりました。後半の展望、橋井さんお願いできますか。はい、岡山としては2-0で、はい、この吉山、はい、吉村真春戦に持ち込みたかったと思うんですね、はいはい、そこで吉山がやっぱり思い切ったプレーを、はい、そうですね、はい、できる状態を作りたかったと思うんですけど、はい、やっぱりこう勝負分からないもんですね。分からないですね、はい、いちいちなってこう、まあ、プレッシャーお互いかかった大切な勝負どころになるんですけど、はい、はいはい、まあうん、吉山選手も、ね、非常に実力のある若手 で、ね、前回の、接戦してるんですよね。 4-3 で吉村が勝ったかな、はい、で非常にあの吉山選手もあの思い切りの、はい、いい選手 で、はい、で主審は藤井さん、副審は福井さんです、はい、まあ、私もあの、はい、国体で吉山選手と対戦
してたので、はい、まあ、本当にあのここ最近実力をつけてきて、あの全日本選手権もベスト8、ベスト8入ってるんですよね。18歳で高校3年生名電、WTT の国際大会とかでも、あのトップ選手に勝ったり金星を挙げてますんで、はい、あのもう本当にこの勝負わからないと思います。そうですか、はい。まあ、一方の吉村はリオ団体の銀メダリストも含めて今円熟の境地ですよね。昨日も調子良かったんですよね。そうですね、はい、松島そら選手、2-3-1 先日負けてるんですけど、はい、勝って最後のビクトリーで吉田に勝った、はい、勝って、はい、まあ、ここはあの若い吉山選手の勢い、はい、思い切りと、はいはい、あの吉村真春選手の意地、はいはい、そこのぶつかり合いになると思います、はい。構図としては吉山がぶつかっていくと見たらいいですか。そうですね、あの吉山が前陣でカウンター、はい、厳しい攻撃をしながら、吉山バーサー、吉村はサーブで崩しながら自分のいい距離感を取って両端で吉山クーサーラボいう展開になると思います。はい、野島 T リーグ後半第3マッチを迎えました。オレンジに黒が琉球アスティーダ吉村真春、ブルー吉山良一のサーブで第1ゲーム始まりました。ラボ、結構一本一本サーブを丁寧に打つ印象があります。2本取りました吉山です。ロングサーブから3球目はエッジ、エッジ入りましたね、はい。吉山のチキータ3-1、まあ、吉山選手は徹底して前陣で後ろに下がらずプレーしてきますからね、はい。吉村真春はやはりベテラン中堅の卓球の円熟期に入ってますけど、どんな相手でもかなりの対応力は持ってるんですか。そうですね、できない技術がないですからね、はい、オールラウンドに隙のない、まあ、様子を前半見ながら、はいはい、後半に自分がやるべきこと、はいはい、固めていっていると思います、はい。そういう意味ではこの第1ゲームというのは橋井さんは重要ですね。いろんなことをこう、はい、履歴を吸収していかないといけませんもんね。あ、2本サービスエースですね、いましたね、はい。分かんないんですよ、このサーブが、回転が、はい、あ、これがもう 上回転系なのか下回転系なのか、はい、これ遠くで見ているよりもう間近で戦っている選手だともっと分かんないですかね。そうですね、アウトです。吉村真春ハイボールです。やっぱりこう手足長いですからね、長いですね、リーチがね、はい、有利ですよね、やっぱり、はい。今のでも返されたらびっくりしますね、打った側ね。サービス3本目ですね、あのフォア前で2本連続で、はい、サービスレシレシーブについて、次は回転で同じ回転なんですけどバックの長いところに来て、はい、はい、フォア前とバックの構成
チキータです。なかなかペースを渡しませんね、吉山選手も。そうですね、やっぱりこう若手ではあるんですけど、はい、やっぱりもうかなりの実力者なので、はいはい、卓球の場合は橋さんの10代だからどうとか言うんじゃなくて、もうちっちゃい頃からやってますもんね。そうですね、はい、以前の、はい、こう、はい、年功序列的な、はいはい、そういうものはもう今全くないですね、はい、変な先入観持たない方がいいですよね。はい、そうですよね、はい、非常に低いドライブを打てます。回り込んでストレート攻撃、はいはい、いいですね。サーブの部分では吉村真晴に分がありますか。はい、今8点取ってますけど4点サーブで取ってますからね。そうですよね。一回分かんなくなっちゃうともう理事国ですからね、これは。なるほど。5本目です。考えさせられますよね。試合開始とともに吉村真晴が打ったサーブが、ね、速い長いサーブ打ちましたね。ミスこのミスした記憶がさらにまた、はい、こう心理的に増幅していくんです、ね、はい、アウトです。こうなると簡単なボールまでミスしちゃったり、はいはい、アウトです。9点のところのサーブ、吉村がこの第1ゲームゲットまで近づきましたが、まだ粘ってます吉山亮一。拾った、リーチが長い、まだ取る、反撃に転じました。いけてたらしてやったりの吉村真晴ですが、アウトです。こういう大きなラリー見応えありますよね。ありますね、はい、これ守っているようでどっかで行ってやろうって考えてるんですね、はい、ここで来ました。これが卓球ですよね、はい、サーブがかなりの効果を発揮しました。吉村真晴第1ゲームを取りましたと表現して、橋井さんいいですか。そうですね、サービスで5点ありましたからね、はいはい、かなりの高稼働、他の返したボールでもありましたよね、はい、やっぱりこうサーブって1球目攻撃ですからね。あ、そうですね、はい、そうですね、よくね、レシーブから攻撃する 3球目攻撃って言いますけど、はい、サーブは1球目攻撃ですよね。ですから1球目攻撃を返されて点取られると、またこれもショック大きいですよね、はい、はい、なお感染者数4500を超えました。 T リーグの発表でいいですね、4525人です。たくさんの感染者の方がこの野島 T リーグを見てくださってます。やっぱりこうオリンピアンの丹羽と真晴がいると、はいはい、そうですね、やっぱり今日来てるお客さんラッキーですよね。ですね、はい、無料で見れますもんね今日。そうですね、はい、で終わったら交流のね、はい、イベントもあります。やっぱりこういうの企画した岡山リベンジってすごいですね、はい、もう5年市民権をね得つつあります、岡山リベンジ。サーブ効いてます。素手の方で拾いに行きました。まずはですから吉山は
相手のサーブをうまくこなさないといけませんね。そうですね、第2ゲームのテーマとして、まあ、その周りのサーブにしっかり対応することと、はい、まあ、そればっかりに頭がいってしまったら、はい、ダメなので、自分がサーブを持った時にどうやって崩していくのか、そこも集中していかないと、はいはい、もうサーブがサーブでミスしてしまうっていうことばかりにこう頭がこう考えが行き過ぎてしまうと、試合全体のゲーム運びが悪くなりますので、はいはい、そこの対応と逆に自分のサーブ持った時の展開をしっかり、はい、はい、素晴らしいラリーを制しました吉山。吉山もパワーありますからね。ありますね、はい、吉村真晴は177センチ、吉山もそれに近いぐらいの身長、長身です。スリーオール、スリーオールになりました。1ゲーム目にミスレシーブミスしてたサーブに対して全部、はい、対応したから、ここからですよね、はい、フォーフリー、吉山選手も徐々にペースをつかみ始めました ね、 そうですね。間にこのチェンジオフペースのような、ね、ストップも入れながら、今のチェンジオフペースが真晴選手のミスを誘いました。もうだいぶ対応できてますね、はい、ですね、はいはい、これどうこなしてるんですか、回転、はい、やっぱりもう出るサーブ、出てくるサーブ何種類あるのか、はいはい、フォア前 に、はい、にアップ系としたっけ、バック前にアップ系としたっけ、バックロングで長いの1種類、はい、まあ、そこのこう頭の整理ができて、はい、でき始めたので、はいはい、そこの準備をしているのだと思います。でラケット の、 この角度の出し方とかが対応できているんですね、はいはい、ラリー戦吉村が取りました。お互いの距離を取った打ち合いになったら五分五分、はい、ですか、もしくは真晴ちょっと有利みたいな展開が多いので、はい、吉山としてはより前陣について、はいはい、相手を下げていきたいところですね、はい、やはり自分の得意な戦型に引っ張り込まないといけませんね。そうですね、やっぱりもう自分のこう得意なプレー領域に持ち込んだ方が有利ですので、はい、バリエーション豊かなサーブに本当対応してきてます、はい、アップダウンサーブがちょっと効かなくなってきたので、ちょっと、ね、サーブの種類を変えてきたところです、はい、セブン、このエッジですか、エッジ入りましたね、ありましたね、はい、アウトです、得点を伸ばします吉山、9対7です。
ネットを越えてすごいスピンかかってるんですね。落ちた後もそうですね、回転量相当ありますね。ボールが生き物みたいですね。台上チキータ前陣推奨ですよね、橋田さん。そうですね、はい、あのいいプレーです、はい、アウト。2ゲーム目、吉山取りました。ゲームカウント1ゴールです。あの1ゲーム目、はい、マハルがサーブで6点取ってます、はい、で今のゲームサービスエース1本しかありませんでした。これはもうデータを取っていただいた橋さん、如実ですよね、はい、明らかですね、はい、でお互い距離を取ったラリーはあのちょっとマハルの方に分があるんですけど、はい、やっぱり吉山のこの前陣プレー、はいはい、やっぱり吉山の壺に入った時は、はい、前にいながらパワーのあるボールが出てくるので、はい、でまあ、もうその1本うまく返してるんですけど、はい、その次をもう一度さらに前陣で反対のコースに畳み込むような攻撃をしてます。非常にあのプレーの精度が吉山選手に高いので、はい、3ゲーム目どういう展開になってくるのか楽しみですね。ワンゲームオールのこのスコアが示すように互角と言っていいですか。そうですね、はい、ゲームカウントはこうでもなんか内容的にどっちが優勢とかいうときもたまにありますもんね。そうですね、やっぱりこの3ゲーム目、はい、やっぱり非常に出足が重要ですね、はい、どういう展開になるか楽しみです。吉山中さん、T リーグ第3マッチ1ゲームオールです。解説は野田学園卓球部総監督橋津文彦さんです。ラブン長いボールの打ち合いはマハルが取ります。やっぱりこのフォア前にストップされたのに対して、うん、台上でバックハンドを振ってくる、この展開非常にいいですね、はい、コースも良かったですね今の選択は。トゥーワン、バックサーブミスして、はい、ミスします。速攻やめましたね。苦笑いですね。さすがです。サーブでミスしてサーブで取りました。ちょっと苦労してますね。ストップとかチップとか台の中の技術、はい、かなり上手なので、はい、18歳、まだあどけなさも垣間見える吉山ですが、回転はもう素晴らしくかけてますね。トイレーボー、うん、うまいですね。うまいっすね。今のもかなり曲がりましたね。曲がりました。オリンピアンに真っ向勝負。おお、逆コースノータッチ。今のマハルのループも回転量あって際どいところ入ったんですけどね。見事な打ち返し、吉山選手ナイスです。はい、レッツファイブリー。入りましたね、はい、もうしょうがないですね、はい、これは仕方がないですね、あれは取れないですね、
ましたね、はいはい。まあ、あの前陣にこう、はい、こう決定しようとする吉山に対してマハルはやっぱり自分の距離を取って、はい、いい距離感で両ハンドを振っていきたい、はいはい、吉山はもうより前陣で、はいはい、吉村に時間を与えないで、はい、真っ向勝負を挑んでいます。吉村はミスをした後も一人つぶやきながら調整しています。オリンピアン18歳、いろいろこうなんかランク付けというかその人の定義付けがありますけど、林さん本当に卓球ってワンプレーワンプレーだけ見てたらほんのちょっとの差が積み重なっていくんですよね。もうこのなんていうんですかね、中堅選手からトップ選手まで、はい、もう差がないですからね、はい、うん、勝つのって難しいですね。もう決勝まで行った選手が次の大会で1回戦2回戦で負けるとかっていう、そういうことももう起こるようなそういう競技性なので、はい、やってる方は大変ですけどね、見てる方は面白いですよね。やってる方は神経すり減りますね、はい。一試合終わったらなんか負担と疲れますか？疲れますよ、はい、私も、はいはい、大きな大会から帰ってきたら、はい、ぐったり疲れますね。でまた監督さんもやってるのと一緒ですからベンチの方も疲れますね、はい。見事な勝負を挑んでいる吉山亮一です。どうなんでしょう、今戦っている吉山は手応えを得てますかね。サーブに対応でき始めて、はい、やっぱり自信を持ってプレーしてますよね、はい、表情も、はい、非常に、はい、1ゲーム目はちょっとこう、はい、首をかしげていることが多かったんですけど、顔つきが、はいはい、2ゲーム以降、はい、落ち着いて、はい、思い切ってプレーできてますね。前陣の部分で2本相手に得点がいきました。ここは、はい、吉山選手タイムは取らないですね、うん。9対8です。取った、4ポイント。まあ、ベンチの白賀監督はなるべくマッチカウント2-0で吉山に迎えさせたいとは思っていたようですが、これがまた吉村マハルを破ったりするととんでもない救世主になりますよね。そうですね、もう誰と誰が当たったあまり、はい、もう関係ないような、はい、紙一重ですよね、はい、このゲームでさえまだまだ数勢分かりません。マハルが1回ゲームポイントを逃れました。ゲームポイント続きます。わあ、引いた、ロータッチでマハルの読みを外しました。チキータ非常にうまいですね、はい、でもう本当マハルが回り込んだのを見てたかのようにストレートに行った、行きましたね、そのぐらいの、はい、そのぐらいの感じにも見えましたね、はいはい、次の動きがひょっとしたら手に取れていたんですかね、うん、あ、そう見えますね、見えます、はい、先に回り込んでたのを少し感じて、はい、そこからコースを変更したように、はい、この洞察力、観察力すごいですね、はい、やっぱり、はい、若手ですけど、はい、やっぱり吉山選手の実力は本物ですね。ですね、
キャリアがあるオリンピアンだから勝つのは当たり前と思ったら回る選手ね、その苦しさはありますよね。まあ本当にね、次世代の有望な日本代表の一人ではありますんで、はいはい、吉山のプレーにも今後も目が離せないですね。本当ですね。このまた会場で吉山を目撃している方は、ね、幸運ですよね。吉村君さん、ね、あの時の選手だっていう、はいはい、第4ゲームに入りました。2ゲーム練習した吉山がゲームカウント 2-1 でリードです。この散らばせ方、その後マハル選手のサーブはもう対応したまんまで推移してますか。はい、マハルもまだあれなんじゃないですか、うん、最後にまだ出してないサーブありますか。いや、もう一回、はい、もう一回後半の勝負どころでいくんじゃないですか、はいはい、今はあえて、はい、アップダウン使ってないような気がします、はい、そういうこともまあベテランの頭脳はね、計算、逆算できるんですね、うん、アウトになりました。本当にまるずっとサーブを隠したまま最後のゲームで1回サービスエース取ったら、はい、そこから最後までずっと同じサーブとかいろんな、はいはい、さすがにそれは思い切った戦略ですね。ベテランですので、はいはい、でも向こうは驚きですよね、はい、そのショックで一気に抜き去ると、その心理的な揺さぶりは、はい、しましたね。また、はい、サーブ聞き始めましたか、うん、また今こう一本レシーブにしたらまたこれが記憶に残るんですよね、はい、おお、信じられないサーブミス。ほんのズレがあるんですね、リズムの。そうですね、もうわずかな、はい、メンタル競技ですもんね、はい、本当に。このゲーム、ちょっと吉山自分自身ブレーキかかってます。連続得点、7対2です。屈伸しました吉村真晴。このゲームは取らねばなりません。なんかちょっと 1-2-3 とは違いますね。流れの競技ですからね、はい、卓球って。点差がつきました。マッチカウントは1対1。第3マッチ。ちょっとこう吉山が体が思い通り動いていません。明らかにサーブミスのあたりからちょっとおかしくなりましたね。サーブする前に、はい、マフルのアップダウンサーブ、はい、レシーブミスして、はい、で今最後10本目、11本目、はい、また1ゲーム目と同じアップダウンで、はい、10本目サービスエースで取って、はい、11本目も、まあ、レシーブコートには入りましたけどかなり見間違えて、はい、上回転系をつついてて、はい、それで決められたんで、はい、この
またこう吉山には印象付けてますよね。1に戻ったわけですか。はい、あの1の後に、はい、1の後にこう、うん、マハル選手のサービスわからないっていう印象が今多分頭の中にあるんですね、はい、これはあの5ゲーム目6ソウルからのこの、はい、この短期決戦の中にこういう印象付けたというのは、はい、マハル選手にとっては大きいですね、はいはい、4ゲーム目のあそこでアップダウンサーブを繰り出したというのが一つのタイミングのキーになっているんですね。そうですね、5ゲーム目に対するこう、はい、布石にもなる、はいはい、6対6から始まる最終ゲームです、はい、吉山選手はチャレンジャーなんで思い切っていって、はい、一気に勝ちたいところですね、はい、吉山選手はもう1回2ゲーム目3ゲーム目に戻りたいですよね、はい、この1から4までのゲームドラマがあります。第3マッチです。サーブは吉山、見た吉村真晴がワンポイント目を取りまして7対6、よく思い切って回り込みましたね、はい、アウトです。レシーブもいいです、はい、こうサーブいきますよ。1-4 でいったサーブですね。取りました吉山、さすがです、強気できましたね、はい、ちょっと甘くなったところ見逃せなかったですね、はい、サーブは浮いた、チャンスボールが来ました。マハル決めた、サーブ効いてますね、効いてますね。タイムを取ります。タイムは岡山リーです。お互いまだタイム取ってないですからね。岡山リベッツ吉山良一が取りました。森園がベンチアドバイスしてますね。そうですね、はいはい、あの森園もね、マハルとダブルス組んでたり、はい、よくあの練習一緒にしたり、はい、もう知り尽くしてますんでね。どんな項目を話していると想像されますか。どうですかね、うん、こう展開を、うん、台上厳しくいって、はい、上から吉山に狙っていって、はい、うん、まあ、クロス待ちをしてそれを打球点高いところで攻め込んでいくっていうぐらいですか、はい、どう対応しながら、はいはい、あ、しかしとにかくマハル吉村のに打球点を下げさせたいですね、はい、それを吉山選手が上から狙っていく、はい、その展開を作るためのサーブ台上、はいはい、そのあたりの打ち合わせ、はい、そんな感じだと思います、はい、タイムアウト明け吉山に1本欲しいところ、1本取りました。9対8です。またもう第2第3と接戦で、もう見てる方の神経もねかなりこうとんがってくる、すごい試合です。いいサーブですね、短い柔らかいサーブ、はい、フォア前、はい、今のサーブはもう完全戦略勝ちですね。多分ベンチで、はい、このサーブを指示して、はい、でマハルがバックにレシーブしてくるのを狙うっていう、はい、なるほど、はい、そういうアドバイスでしたね。さあ今度は吉村マハルのサーブ、サーブ勝負ですね。ここはまた9対9、
サーブでした。マッチポイント、ネットです。サーブデュースになりました。耐えてサーブスペース取りましたね。回転が良かったですね、はい、いやこの土壇場でのサーブのお互いの効果すごいですね。そうですね、はい、1球目攻撃、橋本さんがおっしゃる、はい、はい、やっぱりサーブは1球目攻撃ですね、はい、しかし意図通りにそんなにうまくいくんですね。もう一度あのフォア前にも行ったのを繰り返すのか、はい、その対になるのを繰り出すんですか、どう思われますか。僕はもう一回同じ同じで YG、はい、でそれを、うん、今ハールが、はい、多分フォア前をチキータいけなかったら、はい、ストップもしくは突きで吉山のバックに行って、はい、それを吉山がバックで狙うという展開、はいからでいくと思います。それで反対になったときに今度はマハルがもう一回フォア前にあった、はい、はい、ここ二つが僕の予想勝手に、いやあの近未来をお願いしております。はい、はい、すいません外れたらとんでもないです、はい、まあ、あの2本効いてますから、はい、続けるという手は十分ありますよね。はい、バックロングに変えてこないような気がするんですけどね、はい、行くならギャンブルですね。お前、ああ勝負に来た。サーブ甘くなりましたね、はい、今マハルが見逃さなかったですね。サーブレシーブであの台の中に収めたかったんですけど、本取りました、はい、マッチポイント吉村マハル。アウト、円熟の吉村マハル。吉山が食い下がってきましたが退けました。マハルが最後バックロングでしたね、はい、はい、うーん、吉山亮一若干18歳、格上の吉村マハルから勝利を取り損ねました。さすがです。5ゲーム目、あそこのフォア前しっかり小さく出したかったですね。ちょっと高くはいったんですか、甘くいったんですか、はい、あのもう台から出ましたからね、はい、はい、もうそこはやっぱり見逃さないですね。しかしこの長いサーブ、吉村真晴のサーブが効果を発揮しまして、これでマッチカウント2対1、琉球アスティーダがリードを広げました。琉球としてはここ取りたいところだったので、はい、はい、まあ、1-2 で、はい、カオシュア相手に勝つことでは非常に厳しいので 2-1 で、はい、あの回してきたところ、はい、これであの和弘は思い切って、はい、プレーできると思います、はい、かなり実力ではハオシュアイがシングルス今シーズンも4勝2敗好調、少し上に見ていいんですか。そうですね、やっぱりあのハオシュアイの実力はまだまだこう39歳で39です、はいはい、まだまだこうトップオブトップの実力を、はい、主審は場内でも発表されています福井玲さん、副審は奥田亮太郎さんです。ただこの和弘選手も9月23日立川で及川に勝ってるんですね。そうですね、はい、まあ、決して得意な相手ではなかったんですけど、はい、はい、やっぱり和弘もボールの球足非常に速くて、はい、特にバックハンドはコンパクトなスイングで台に近い位置で速いボールを出せる、やっぱりこれは左利きの選手にとってはかなり脅威なので、はいはい、和弘のバックハンドでハウシュアイのフォアに飛ばして、はい、一回下げて優位な展開を作りたいところですね、はい、野島 T リーグ
小田学園卓球部総監督の橋津文彦さんの解説でお送りしています。オレンジに黒の琉球アスティーダがマッチカウント2対1でこのマッチに王手をかけています。地元岡山リベッツカオシュアイにかけます。これらこう、はい、お兄ちゃんに続きたいところですね。ここはそうですね、1点目を取りました。これですね、はい、カズヒロのここで得点を重ねていきたいですね、はい、カズヒロとしては3球目攻撃ワンオールです。選手もさすがベテランというところを土曜日も、ね、はい、押し込まれても盛り返してくる実力はね、そうですね、もちろん実力者です、あります。長いラリーを制しました和弘、去年までは同じチームにいましたので、はいはいはい、お互い練習とかもよくやってるんで、はい、手の内は知り尽くしてると思います、はい、レッドです。吉村和弘26歳の年、ハオシュアイは39歳の年です。出だし吉村和弘いいですか。いいですね、やっぱりあの1本目から振り切れてるので、はい、硬さが見られないですね、はいはい、順調に得点を伸ばします。琉球のベンチって、はい、みんな1本取ったら後ろ向いてこうガッツポーズして、ちょっと他のチームよりもちょっと一体感を感じるんですよね。まあまあもちろん張本選手とか今日もいないんですけど、張本選手もやっぱりこう1本取ったら後ろ振り向いて握り拳で雄たけびを上げるんで、共有感がありますよね。そういう意味では非常にこう、まあ、うちの卒業生が多い、固まってるっていうのも、まあ、あるとは思うんですけど、はいはい、ちょっとチームのコミュニケーションとかうまく取れてるように見えます、はい、なるほど、うん、まあ、これ野島 T リーグっていうのは4マッチの、ね、団体戦ですもんね。お互いの力をこう分かち合わないと勝てませんよね。そうですね、はい、土曜日の試合でもこのハオシュアイは押されているんじゃないかなと思いながらも、点見ると結構くっついていってる、そうです、試合がありましたね、ゲームで。やっぱり本当にこう本物のベテランですよね。そうですね、我慢しながら、はい、じわじわ、はい、点数を、はい、近づけていって、はい、後半自分が何のサーブ出すのか、どういうレシーブ対応するのか、はいはい、そういう、こう分析が非常にできてますよね、はい、コースタートを切った吉村和弘に対してハオシュアイ、得点で上回ってきてます。試合中のこのプレーの自分の満足度に関しては顔に出ますよね。そうですね、はい、カズヒロが5連続ポイント取った後のハオシュアイの5連続ポイントだったんで、はいはい、ここはそのまま一気に行きたいところだったんですよね、はい、ハオシュアイにとっては。
回。あれ絶好球に見えるんですけど結構スピンかかってるんですか。回転が残ってるんですよね。残ってるんですか。はい、だから難しいんですか。はい、あのあなるほど、わずかに自分の予測とは違う回転が残ってたりするんで。残ってるんですね、はい。このレベルの方々でも残っているスピンの、はい、さらにその上行くコントロールは難しいわけですね。もうあの本当にこう当たった瞬間にラケットを少しこう上向きに変えるとか、はい、もうそのぐらいの技術が必要ですよね。必要ですか、はい、それはもうこの領域はなかなか厳しいですね。なのであの簡単にミスだって思いがちなんですけど、今のなんか一瞬思う感じですよね、はいはい、そうではないんですよね。なるほど、はい、本試合1ポイントリード、1ゲーム目の勝負どころ、ピッチを上げました。今のももうわずかな1センチの差ですからね、はい、1センチボールが上に飛んだか、はい、1センチ下だったか、そこの本当です。卓球の難しさですよね。橋田さん、今の1センチどころかもうちょっと 0.5 ぐらいでもいいかもしれませんね。ですよね、はい、前半は吉村和弘の5連続ポイントもありましたが、ハオシュアイが5連続ポイントを取り返して、あれという感じでゲームポイントを迎えています。和弘9点目。手に汗握りますね。握りますね。レッドです。風呂もでも今狙ってましたよ。あ、今読み当たりましたか、うん、狙いが、はいはい、チキータ入れてましたよ、ね、アウトです。倒し合い取りました。まあ、和弘の 5連続得点で、はい、あの流れは掴んだのかなと思いつつ、はい、星合選手さすがそこから 5本奪い返す、はいはい、やっぱ試合運びが上手なんですか。そうですね、やっぱりこう、はい、こう落ち着いてますよね、はい、やっぱりこう、うん、こう頭が整理できてて、はい、和弘のやることが何をやってくるのか、はい、バックにレシーブしたらどこを次待ってればいいのか、はいはい、そういったものがあの準備が、はい、頭が整理できているので準備ができて、はいはい、やっぱりそういうのがなければね、さすがにこう離されてそれを追いついていくってやっぱり簡単なことではないので、はいはい、しかもまあね少し前とはいえ中国の代表のね位置にも いた選手ですもんね。半端ないですよ、はい、何億人いるでしょうね卓球プレーヤーはね、という激戦ですもんね卓球は中国にとって、はい、その中国を、ね、昨日、はい、張本選手があと一本のところまで追い詰めましたからね。ですね、もう中国の世界への一人勝ちではなくなってきました。日本の実力が上がっています。さんにしたらこの兄弟が連続して T リーグに登場してくるっていうのも幸せの極めなんですが、やっぱ DNA で似た部分っていうのは結構ありますかプレースタイルで。そうですね、やっぱり
手足長いので、はいはい、どこまででも手が届く、はい、やっぱり台の中も、はい、近づける分、はい、こう感覚いいですし、はい、例えば今のチキータとかにしても、はい、やっぱりこの手首の強さとか、はい、前腕のこうひねってからのスイングの速さとか、はい、やっぱり似た部分はかなりありますね。ありますか。やはり綺麗に打ち抜きました。やっぱり今のもこうチキータ行くと見せかけてからの、はいはい、ここですよね。チキータ行くと見せかけてからのツッツキなんで、はい、ハウシュア選手も打球点を落としましたよね。うん、はい、このただチキータするだけではなくてその、はい、こう雰囲気を出したり逆をしたり、はいはい、そういうのって非常にやっぱりこうハウシュアイ選手に勝つのであれば、はいはい、重要な部分です、うん、チキータフェイクを入れてるんですね。そうですね。これも高速ラリーでした。ネット当たってます。よく取りましたね、はい、よく返しましたね。帰ってきてちょっとこうハオシアイが振り遅れましたね。取られたのはちょっとびっくりしてますよね。ねえ、帰ってきてびっくりのいいプレーの後ですが、なんかじわ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 ハオシアイは離されないですね。いいラリーです。いいボール入りました、はい、点を取る時の鮮やかさは和弘ですね。そうです ね、あそこからバックで入ってくるので、はいはい、星谷選手ももう しょうがないみたいな、はい、そんな表情でしたね。今美しいですよね。川島選手もここ、はい、ついていきますからね。そうなんですよね。しっかり昨日もそうでしたもんね。あ、そうですそうです、うん、あれいるなっていう感じですよね。絶対離されないですよね。しぶといですよ ね、 そうですね。すごいプレーされた後に、はい、サーブで1本取る、はい、じわーっと取るんですよね、はい、すごいプレーされた後に相手の逆をついて取る、はい、そういうのがあると勝ってる気がしないんですよ ね、 ね、印象が全然あれと思う点の重ね方です。ここの同点局もなんかファインプレーはなかったように見えてしまうんですよね。カデヒロのすごいボールで1点取って、はい、簡単なボールで1点取るみたいな、うん、そうですね。この今ドライバー効いてるんですか。空振りましたね、はい、鮮やかな点を取ってもまだまだ油断はできません。吉村和弘、2点差つけました。ここですね、はい、こう一気に、はい、ここで一気に流れをつかみたいですね。一気に行きたいところですね。素晴らしいですね。いいレシーブしましたね。サーブ引いて、はい、星谷選手もこのいい3球決めてたんですけど、
この鮮やかな得点はもう完全に和弘ゲームポイント。割れた。連続アップ系かかってるんですよね。はい、はい、まあでもこのラリーはこれネット越えてませんね、はい、ラリーは、はい、青試合のポイントです。はい、吉村和弘ゲームポイント続きます。ついてくるんですね。対球です。ゲームポイント続いていますが、じわじわと食い下がるハオシュアイ。大事な一本です。吉村和弘アウト。お互いにゲームポイントになりました。ちょうど今、はい、僕の手元のノートにサーブ変えたいって書いたところでサーブ変えました。変えてきたんで、はい、よかったんですけどね、はい、次ちょっと思い切りたかったですね、はい、あー面白い。鮮やかなプレーは多かったはずの吉村和弘が、ハオシュアイに何か不気味な感じで取られてしまいました。まあ、左利きのハオシュアイ選手の、はい、こう巻き込みサーブなんで、はい、ちょっとこう、見えづらいというか判断しにくい、はい、でそのアップ系に対してちょっと後半全部 手こずっていますね、はいはい、ポイントはやっぱハオシュアイのサーブなんですか。そうですね、後半にこのゲームも前のゲームも後半にちょっと巻き込み系の、はいはい、上回転系で、はい、崩してますよね。ファインプレー、鮮やかなプレーの度合いでは、はい、吉村和弘が勝っているように見えてしまう印象なんですけどね、はい、なんか審判に、はい、ジャン監督が今何か、はい、言いましたけど、はい、大事ではなさそうですか、はい、ではないでしょうね、はいはい、サードゲーム吉村俊輔さん、ラボゲームカウント 2-0、 ブルーの岡山リベッツハオシュアイがリード。バックハンドで相手のフォアを抜きました。やっぱりお互いにバックハンドで相手のフォアに先に飛ばしたいですよね、はい、あ、はい、それは意図はどういう意図ですか。やっぱり、はい、相手は下げたいですよね、はいはい、お互い考えることは、はい、ある意味一緒になってくるので、はいはい、そこの逆をつくとかつかないとか、はいはい、その辺の駆け引きになってくると思います。巻き込みから3球目攻撃、あ、タイムアウトですね。タイムアウト取りましたね。 3-0 で吉村和弘がタイムアウトを取りました。和弘はハオシュアイ選手のこう巻き込みサーブにかなりナーバスになってますね、はいはい、1ゲーム目も2ゲーム目も、はいはい、そこの巻き込みサーブレシーブで頑張ってなくて、そこから逆転されてますので、はいはい、まあ、そこの対策でしょうね、あとは、はいはい、決してチキータ狙いにくはないので、ボールが右利きの選手の外に入ってくるんじゃなくて、はい、内側に入ってくるので、はい、チキータが決して狙いにくいわけではないので、はい、やっぱりそこを積極的に狙っていってほしいですね。吹き抜けの4階まであるイオンモール岡山の未来スクエア、ここで岡山リベッツ地元まだ勝てていません。今日もリードは許していますが、ハオシュアイが食い下がってビクトリーマッチへとつなぎたい第3ゲームです。タイムアウト
とってもカオシュアイの攻撃は止まりません。これ当分巻き込みでいくんですか。そうですね、もう徹底するでしょう、はい、あ、幸運もカオシュアイに 5-0 です。点取りました。カビラここはもうあの、はい、淡々と一本ずつ、はいはい、目の前の一本を、はいはい、ちょっとこう近未来をあまり展望せずに一球一球、そうですね、はい、あの死んだふりじゃないですけど、はいはい、目の前の一本を、はい、それで打開できることも時々ありますもんね、はい、スポーツは。本人も分かっていると思います、はい、あの第1ゲームで5点連続取れたゾーンに行きたいですよね。そうですね、おお、攻略しました、はい、まあ、チキータ入りやすい角度では入ってくる、ボールの軌道は入ってくるので、はい、まあ、バックにロングサーブ来るのを警戒しつつ、はい、そこを狙っていきたいですね、はい、この試合のレシーブ、3になりました。バックの方へ、はい、考えてきましたか、はい、フォアチキータ、はい、さっき2球連続入れたので、はいはい、一本なんかくさび落ちましたね。そうですね、でもう1回、もう1回、はい、さすがですね。さすがこの2本は変化を続けてきました。もう今のも橋爪さんの解説のとこをとまとえているというかね、吉村和弘が対応する、その逆を行く、また戻る、このいたちごっこですよね。対吉村和弘、いいドライブを繰り出しました。ハオシュアイ10対4です。そしてこのゲームも苦戦しているサーブでハオシュアイマッチポイント、アウト、踏ん張りました。岡山リベッツ、ハオシュアイが取り返しまして、マッチカウントは2対2、ビクトリーマッチに岡山リベッツが引きずり込みました。ハオシュアイ選手さすがですね。さすがですね、はい、1ゲーム目5連続ポイント、カテヒロが5連続ポイントで一気に流れをつかむのかなと思ったら、はい、すかさず、はい、5本奪い返す、はいはいはい、でまあ、効いてるサーブ徹底して、はい、その効いてるサーブに行って対応してきたらすぐにすかさず違うサーブに変更して、はいはい、まあ、戦術転換っていうんですけど、はいはい、A の作戦で効かなくなったら B の作戦、 B の作戦で、もう一度 A の作戦に戻す、はい、その的を外すために C の作戦するみたいな、そのやっぱり戦術をぐるぐる回していく、相手の読みを外す、外す、はいはい、そういう意味ではやっぱりあのハオシュアイ選手百戦錬磨というか、はいはい、さすが元中国代表、半端ないですね、はい、やっぱりハオシュアイがなんか行く雰囲気ですね。
ビクトリーマッチに。そうですね、はい、はい、庭ではないですね。そうみたいですね。庭座ってますもん ね、はいはい、で一方琉球アスティーダ今も、はい、場内のアナウンス聞きましょうか。誰でしょうね、はい、吉村マハル選手。マハルですね。マハル選手ですね、はい、そしてオケのリベッツ羽生修一選手です。俺も今まだ温まっててもうクールダウンせずに頑張ってくださいよというね、はい、汗かいてますからそのまま勢いで、はい、という作戦ですね。そうですね、あの3-0勝ちでしたし、はいはい、まだまだ体力はあるでしょう、はい、あるでしょうね、はい、シングルスこれで今シーズン5勝2敗ですね。強いです。ハオシュワイ、この両チームの対戦は一度ビクトリーマッチまで行きまして庭が張本に取ってるんですよね。で、あそうですね、はい、一勝そうですね、はい、あの庭が全部バックサーブ出して縦役者です、はいはいはい、そこ行かず今日はハオシュアイ、はい、多分あの庭選手のバックサーブ全部バックサーブから、はい、多分あの日本中にバックサーブが流行ったと思うんですよね。そうですね、はい、ビクトリーマッチのレフェリーは出身が奥田亮太郎さん、副審が藤井敦夫さんです。小島 T リーグビクトリーマッチに突入です。解説は野田学園卓球部総監督の橋津文子さんです。ビクトリーマッチまで引きずり込んだハオシュアイがそのまま出ます。ワンゲームのみ。しびれますね、まあ、昨日今日と橋津さん本当にいい試合いいマッチ多いですね。そうですね、あの本当ね、これが T リーグ、はいはい、あの昨日も今日も、はい、この会場に観戦に来れた人は本当にラッキーだと思います、はいはい、マハル選手は弟を破ったハオシュアイを、ね、兄がやり返すぞとコートに立ってます。この対戦はどのあたりが橋津さんキーになりそうですか。そうですね、はい、お互いサーブで、はい、勝利してきているので。あ、そうですね、はいはい、1球目攻撃が今日、はい、好調ですよね。そうですね、しかも1ゲームのみというこの、ね、テンポも必要ですもんね、はい、乗り遅れたら負けです。ファイナルゲームハウトサーブラブオール。ハオシュアイからサーブが始まります。弟に繰り出したように真っ向から行きましたが、はい、マハル選手は対応しました。徹底的でしょうね、はい、いや見事ですよね。相手のサーブを2点取りました、はい、この2点の持つ意味は橋さんいかがでしょう、はい、サーブ良かったんですけどね、はいはい、待ってましたね、はい、3-0 です。早くもタイムアウト。タイムアウト、あの気合入ってますね、はい、昨日もビクトリーマッチで吉田と勝負したんでしょ。これT リーグの選手に伺ったらもう絶対ビクトリーマッチは出たくないというぐらい大変らしいですよね。で、10-8と吉田リードだったんですよね。あ、そうですよね、はいはい、10-8と吉田リードでマハルのサーブがエッジに当たったらしいんですよ、はい、あギリギリ、はいはい、でまあちょっと運も味方してたという部分もあるんですけど、はいはい、気合入ってますね今日もですね。その意地とこの岡山開幕カードイオンで勝ちたいという思いの激突です。これどちらのチームにしても、はい、この勝ちは大きいですからね。大きいですね、はい、
滑り出し良かったのは吉村真晴。こういうふうについていくのはもうハオシュアイ、うん、お手の物ですもんね。そうですね、もう本当これがベテランベテランですね。しますね、なんとかしますよね。本当サーブ出るか出ないか、はい、出る、これがこれギリギリで出る、これが一番いいサーブですね、はい、3球目追いつきましたね。追いつきました。タイムが自分で取ったタイムが自分にこう水を与えましたね。生き返りましたね、はい。まあ、この辺も含めても試合運び熟練の技ですね。吉村真晴チキータがネットです。サーブを取りましたね、はい。はい、回転分かってなかったですね今、はい。2本目はチキータ取りました。うん、ずっとこのままいきますか。そうですね、そう簡単にはお互い譲らないような気がします。徹底していきます。エッジハオシュアイワンポイントリード。台を入れ替えます。やっぱりこう丸がちょっと打球点下げてるので、はい、やっぱり、高いところで打ちたいですよね、はい。フォアで回ってちょっと打球点下げて、はい、かけようとしている傾向にあるので、はい、上から行きたいところですね。吉村ブラザースにこの巻き込みが効果発揮してますね。そうですね、はい。いいですよ、でも今積極的にバックハンド大球点高いところを狙っていたので、はいはい、いいと思います。はい、アウトです。抜け出しました。ハオシュアイ、吉村がタイムを取りました。これ連続得点ですよね。タイムアウト明 け, タイムアウト明けハオシュアイ3本取って4本、はい。タイムアウト明けで、あ、タイムアウト明け3オール追いついて4点ですよね、はいはい。でその後4点ですね、はい、そうです、はい。まあ、いかにこの間合いというのが卓球大事かというのを物語ってますね。でもね、バックハンド、はい、ミスしたんですけど、はい、高いところを狙っていったので、あの姿勢でいいと思います。そうですね、橋本さんは内容は良かったんだというふうに、ね、はい、おっしゃいました、はいはい。タイムアウトを取った吉村真晴よりも先にハオシュアイはスタンバイしています。このあたりももうすでに先手先手を取っている側がもう頭整理できているんですね。そうですね、はい。積極的に攻めていきたいところです。息を吹っかけましたラケットハオシュアイ。この緊張感たっぷりの空間、お客さんも緊張感たっぷり静かです。打ってのドライブ日本差追いつきましたね、はい。お互いタイムアウトいい働きしてますね。まだ分からないですよ、はい。そんなに、はい、
レシーブに苦戦はしてないように見えるので、はい、あそうですか、はい、この巻き込み、はい、アウト7対6春も円熟の29歳リオの銀メダリスト、どちらも国際舞台で活躍した経験持っている強者同士。声を出してハオシュアイ眉間にシワを寄せました。今の一本に集中してました。アップサーブわずかに回転の影響してくれましたね、はい、打ち切りましたね。切りましたね。ドライブストップ、試合が振り抜きました。アウト。マッチポイントを迎えました。岡山のファンの拍手ひときわ大きくなってきました。さあお互いにサーブが効力を発揮している中、マッチポイントでハオシュアイサーブ。アウト。万歳をした白髪監督。イオンモールで岡山リベッツ勝利です。ハオシュアイが終盤吉村ブラザースを退けました。ギリギリ瀬戸際まで追い詰められていた岡山リベッツをハオシュアイ救いました。イオンモールで貴重な1勝を挙げましたね。挙げましたね。もうアウトになった瞬間白髪監督が万歳してました。こういう会場でやって準備してもらって、はい、ずっと今3回負けてたので、はい、今本当に嬉しいんじゃないですかね。ですね。ホームチームですから監督の声もお聞きいただけると思います。やっぱりこういうホームでやる、私も経験あるんですけど、はい、ホームでやるっていうのは、はい、プレッシャー逆にあるんですよ、はい、ですよね。選手としてはそのホームの力を得られるんですけど、はい、その監督っていうのは、はい、意外にアウェーの方が気楽にチャレンジャーになれて、はい、ホームでやってると、はい、こう応援してもらってる人たちとか、はい、この会場を準備してくれた人たちとか、はい、そういう方々の、はい、苦労とか、はい、こうね、いろんなものをこう背負って、はい、すっごいプレッシャーを感じるんですよね。そうですね。それがちょっと重荷になってしまうことさえありますもんね。ありますからね。ね、はい、どうやら森薗田添への今日の勝利への推進力になったダブルスの2人がまずは出てきてくれました。それではヒーローインタビューです。皆様コートにご注目ください。これより見事勝利を飾りました岡山リベッツの勝利チームインタビューを行います。大きな拍手をお迎えください。森薗政隆選手、田添響選手です。それではこれからホームで鮮やかな勝利を収めた岡山リベッツキャプテンの森薗政隆選手と田添響選手の
ヒーローインタビューを行います。今シーズンホームでの初勝利おめでとうございます。ありがとうございました。まずは森薗選手、今のお気持ちをお聞かせください。本当に今日たくさんの方に応援来ていただいて勝つことができてほっとしてます。僕がキャプテンになってイオンモールでの試合で実はこれまでチームとしての勝利がありませんでした。すごくキャプテンとして責任を感じていて、自分にできることは全てやってきたつもりでもやっぱり昨日、流れ的に負けてしまったりとかっていうのはあったんですけど、本当にいろんなところからたくさんの人がこうやって僕たちの試合会場まで足を運んでくれてすごく力になりました。一日でやっぱりみんな選手と話し合ってやっぱ気持ちを入れ替えて、明日もしっかりとした自分のパフォーマンスを発揮しようということで、今日負けてしまった選手も勝った選手も各々がベストなパフォーマンスを発揮できたと思います。本当に応援してくれた皆さんのおかげだと思ってます。たくさんの応援ありがとうございました。それでは続いて田添選手、今のお気持ちをお聞かせください。はい、今森薗キャプテンが言ったように、もし今日負けると、イオンモールで4連敗というそのすごく悪い流れの中で、1対2で覇王選手に回って、その中でも覇王選手が4番5番とその2点を取ってチームに勝利を持ってきてくれたというのはすごく嬉しくて、チーム一丸となって勝てた一勝だと思ってます。さて本日はイオンモールのこの会場を埋め尽くすたくさんのお客様から熱いプレーに何度も大きな拍手が湧いていました。森薗選手、ホームでの応援は力になりましたでしょうか。なります。もう本当に一球一球たくさんの拍手とか声を出してもらえること、もちろん画面の向こうから応援してもらえることもすごく力になるんですけど、実際こうやって現地に足を運んでいただいて名前の書かれたタオルだとか、実際にこう試合をしながら皆さんとこう視線を交わすだとかすごく力になります。本当に僕たち選手たちだけで今日勝ったんではなく、運営してくれたスタッフ、僕たち仲間もそうだし、応援に来てくれたファンの皆さん、みんなで勝ち取った勝利だと思います。今日は本当にありがとうございました。続いて田添選手に伺います。本日見事に息の合ったダブルスでのプレーでしたが、今日はゲームを振り返って勝因を教えてください。はい、そうですね、やっぱ僕はもう森薗選手に言われたことをしっかりと試合の中でこなすことをこなすというか、もう頑張って合わせていくような感じで試合に臨んでて、本当森薗選手のおかげで僕は昨日今日と2連勝できたと思ってます。あとは本当たくさんの方々に来ていただいて、たくさんの声援をいただいているので、本当その声援のおかげで勝てたと思っています。なのでまた、ホーム戦の時はたくさんの声援よろしくお願いします。さてここからアウェー3連戦となりますが、そちらに向け勢いのついた試合になったと思います。では森薗選手、チームのキャプテンとして今シーズンの目標を教えてください。そうですね、シーズンが始まる前からたびたび言ってますが、これまで正直キャプテンとして、今シーズンは必ずプレーオフに行きます、必ず優勝しますっていう言葉を言いながらも、客観的に自分たちのチームの戦力を見たときに本当にいけるのかな、すごく不安だったし自信がありませんでした。ただ、岡山リベッツのオーナーが立ち上げ当初5年で必ず日本一を取るって明言した通り、今年最高のメンバーがこのチームに揃いました。今は自信を持って、僕たちみんなでプレーオフに行こうっていうのが言えます。これからまだまだ簡単な試合はないと思います。最後の最後まで気は抜けないと思います。でもやっぱり運営の皆さんと、ファンの皆さんと一緒になって信頼できるメンバーたちと今シーズンは必ずプレーオフに向かって頑張りたいと思いますので、最後まで応援よろしくお願いします。最後に会場にご来場くださったファンの皆さん、そして配信をご覧の皆さんへメッセージをお願いします。まずは森薗選手からお願いいたします。実は今日 MC してもらってる彼が僕の小学校の同級生で、
はい、恐縮です。びっくりしました。この会場に来て、もう本当小学校以来会って、でもすぐに思い出して、まあ本当彼の MC を見せても感動しましたし、まあ、これから頑張ろうという気になったんで、まあ、これからまたリベッツの試合の時にはぜひ来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは田添選手お願いいたします。はい、ちょっとあの森戸さんの後に喋るの結構嫌なんですね、正直。もう完璧なトークをされるので僕ちょっと喋ることないんですけど、まあ、本当に森戸さんが言った通り、今シーズンはファイナル目指して、そして皆さんに優勝という報告ができるように頑張るので、またご声援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。岡山リベッツ森園正孝選手、田添響選手のインタビューでした。会場の皆さん、大きな拍手をお願いいたします。続きまして、岡山リベッツ白髪光介監督のインタビューです。今シーズンホームでの初勝利おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。はい、正直な気持ち言っていいですか。すごくホッとしてますありがとうございます。本当に勝ち星がなかったのでイオンモールで、なんとか今日勝てて本当に良かったです。でまずですね、今日お越しいただいている、いつもご支援いただいているスポンサーの方々、またファンの方々、今日ご来場の皆様、岡山リベッツに本当に応援、今日はありがとうございました。今日はたくさんのお客様の応援を受けながらの熱い試合でしたが、1マッチずつ振り返っていただけますでしょうか。そうですね、もう本当にどの試合もその激戦といいますか、1本のところで2番3番も負けましたし、ちょっと苦しい展開だなっていうのは正直あったんですけど、まあ、最後しっかりハオ選手が締めてくれたし、まあ、本当に今日はダブルスが昨日から2連勝してますので、そういった意味では本当にダブルスが1点取って後半戦、選手たちも少し気が楽になったんじゃないかなと思うので、今回は本当田添選手と森野選手に感謝ですね。はい、ありがとうございます。最後に会場にご来場くださったファンの皆さん、そして配信をご覧の皆さんへ、監督から熱いメッセージをお願いいたします。はい、シーズンもですね、3分の1が、終わりました。4勝2敗と今勝ち越しております。今年は皆様に、言った通り強い岡山リベッツを見せて、なんとしても、ファイナル進出、そして、悲願の優勝ということで、言ってますので頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。岡山リベッツ白髪光介監督のインタビューでした。会場の皆さん、今一度大きな拍手をお願いいたします。それではこれよりフォトセッションを行います。インタビューを橋爪さん、どういうふうに聞きましたか。やっぱり白髪監督の、はいはい、コメント、はい、やっぱりこのホームっていうのは力にもなるんですけど、おっしゃってましたね、やっぱり監督としてはプレッシャー大きいですよね。ですね、はい、負けられない、その気持ちがずっと苦しくて、今日やっと、はい、4試合目にしてこのイオンモールで初めて勝利して、岡山の応援してくれる皆様にこの感謝の気持ちを伝えられたんじゃないかなっていうのは、なんかこうなんか自分のことのように、はい、同じ立場として感じました、ね、指導者として気持ちわかるんですね、はいはい、それではその感激のイオンモール初勝利のハイライトシーンご覧いただきましょう。白髪監督も褒めた昨日今日のこのダブルス、まあ、期待通りの活躍を田添森園してくれました。やっぱり森薗選手のチキータがミスらない、はい、ここがやっぱりこのダブルスの強さですよね。そうですね、そこを軸にして、はい、いろいろな台上技術であったり、はい、打ち合いであったりして、森薗選手も本当にどこまででもフォアハンドで回り込んで飛びついて、はい、ラリー戦の強さも見せてくれました。そうですね、非常に似たペアであったんですけど、はい、やっぱりそのラリーの強さ、はい、あと森薗のチキータの精度、
この差が出たと思います。まあこの後もずっとこの同じ相手に勝ち切れるかというとね、相手も強いですからね。そうですね。第2マッチは有信と丹羽になりました。やっぱり丹羽選手強いなと思ったんですけど、はい、やっぱり途中に有信にスイッチが入ったら、はい、やっぱり有信の爆発力、はい、攻撃力、はい、これをまた久しぶりに目撃してしまいました。目の前で冒頭で、橋田さんおっしゃってましたよね。有信は、まあ、これ意外性というか爆発した時はもう本当に格上でも蹴散らすんだと、強いんだということを、ね、おっしゃってました。今日がその日になったのは要因は何かありましたかね。そうですね、かなりメンタル的なものもあると思うんですけど、はいはい、3ゲーム目タイムアウト取って、はい、そこからちょっと開き直れてから、はい、さらにギアを1つ2つ、はい、3つ上げていったような、はい、そんな感覚で5ゲーム目も最後サーブレシーブ甘くなりましたが、はい、ラリーで最後まで打ち切った、はいはい、アルノフの真骨頂ですね。これこそ、これ勝敗の合計でいうと多分丹羽の方が勝ち越しているかもしれないんですが、はい、ごめんなさい、これ推測で言ってですね、はい、まあ、オリンピック世界卓球なんかも出てますから、それでもやっぱ強かったですよね、はいはい、これが卓球の面白さですよね、はい、さあそして次は吉村真晴と吉山です。真晴のサーブが1ゲーム目聞いて、はい、あ、これ簡単にいくのかなと思いつつ、さすが吉山選手、はい、1ゲーム目にあんだけレシーブミスをしたにもかかわらず、はい、2ゲーム目から対応して、はい、むしろ逆に、はい、前陣について、はい、吉村選手を下げて、はい、前陣について攻撃的なプレーをするところ、18歳とは思えない、はいはい、強さを見せてくれました。本当ですね。もうこれ、はい、吉村真晴勝ちましたけど紙一重でしたね、はい、もう本当に最後の最後、もうわずかな差、はい、はい、わずかな差、運もちょっとあったと思いますし、はいはいはい、その辺のわずかな経験の差が最後の1本真晴が上回ったと思います。今日の試合に関してはですね、これで 2-1 のマッチカウントで琉球アスティーダが王手をかけました。立ちはだかったのが地元岡山のハオシュアイです。はい、和弘も出足よくて5連続取った後の、はい、ハオシュアイ選手の5連続得点、はい、やっぱりベテランの仕草、はいはいはい、的を絞らせない、はい、相手をこうなんていうんですかね、はい、あり地獄にはめていくかのような、そうですよね、試合運び、ね、グリグリと締め上げていくような、はい、だから和弘も、はい、まあ、ミスをしても思い切って攻めて点を取っていけばいいんですけど、はい、でもこのミスをしてもっていう、はい、このミスをしてもっていう部分をやっぱり見逃さないのはさすが元中国代表ですね、はい、そうね、ミスを恐れずってすごく言うんですけど、もう得点取ってもそこを徹底追求してくる、ついてくるんですよね。そうですね、はい、さあそしてこれでマッチカウント2対2になりまして、1ゲームのみのビクトリーマッチ、はい、弟の次はお兄さん、はい、真晴も、3連勝して、はい、調子に乗ってきてるのかなと思ったんですけど、はい、ハオシュアイ選手、はい、さすがに今日の試合は負けられない、うん、はい、やっぱりこうね、中国人選手ではあるけど、はいはい、もうこう岡山県の意地、はい、そうですね、意地、はい、そういうのを執念を最後まで感じました ね、はい、ね、もう地元岡山のために、はい、頑張ってくれましたね、はい、ハオシュアイの執念を感じました、はい、これでまたチームにが一つになる要素が増えてきたんでしょうね。これから面白くなります ね、 そ、 うですね、それと第2マッチと第5ビクトリーマッチ、タイムアウトのこの分岐点がもう本当よく効果出るんだなっていうのを橋井さんのコメントね、これ当たりましたね。そうです ね、 ね、タイムアウト、はい、取った時もいいんですけど、はい、タイムアウトを取られた時に、はい、あたかも自分のタイムアウトのように、はい、ベンチワークするっていうことも一つの重要なんですよね。そうですね、タイムアウト、タイムアウトを取った取られたっていうのは、はい、もちろん試合の流れの中でありますけど、はい、ここに1分間という時間があることに関しては平等なので、平等ですもんね、はい、
なので、はい、ここに僕もよくあの指導者をして、はい、ベンチに帰ってきたときに、ええ、いや俺もこのタイミング取りたかったんだよっていう、はい、もうその選手への暗示といいますか、はいはい、そういうのもあの私は大切にしながら、はい、なるほど、はい、あのタイムアウトのカウンターですね。そうですね。はい、はい、それは あ, の、はい、あると思います。ありますね、はい、等しく同じ時間が、はい、ブレイクとしてあるんですからね、はい、もう捉え方次第ですからね。そうですね、はい、岡山リベッツが勝ち点12になりました。琉球アスティーダも福岡から岡山への移動で大変だったと思いますが、吉村兄弟を含めてよく頑張りました。琉球アスティーダ、岡山リベッツ、埼玉木下マイスターというふうになっています。どうでしょう、ちょっと心配と言っちゃそこまではないんでしょうが、丹羽選手がね、これ2勝1敗なんですよ、この対戦成績は、はい、岡山と琉球で、はいはい、2試合ともビクトリーマッチで勝ってるんですね、はいはいはい、昨日今日とちょっと丹羽選手のなんか勝負強さが、いつもの強さが出なかったですね。はい、やっぱり世界卓球危険、はい、あのインフルエンザで危険になって、 そうですね、はい、その前もあのロードトゥーパリの試合、うん、T リーグで沖縄に行ったり、はい、あと WTT の国際大会も2試合2大会出たり、はい、もうあの移動だけで疲れるところ、はい、やっぱりちょっとハードスケジュールすぎたのかなと思います。体の底に見えてない部分があるんですかね。試合日程をご覧いただいております。この後の5試合です。まあでも今元気にねファンの方に応えて、サインにも丹羽選手応じている映像が映りました。琉球アスティーダの試合日程です。男子は4チームによるリーグ戦で、岡山はぜひとも今年はファイナル進出をしたいというふうにインタビューでも話しておられました。まあ、品川監督のあの笑顔ね、昨日苦しかったと思いますが、今日はもう岡山の日でいいんじゃないでしょうか。そうですね、はい、本当素晴らしい大会で、本当にみんなで T リーグを盛り上げていきましょう。そうですね、で橋さん、やはりこのイオンモールのこの吹き抜けの空間もね、本当にこう新たな感触がありましたね。そうですね、今日はどうもありがとうございました。野田学園卓球部総監督の橋津文子さんの解説でした。ありがとうございました。